回の缶詰は Z 世代に聞いてみたの第2弾です。ホワイトアローズで有名な小月航空基地の隊員を中心にヘリコプターの搭乗員やイケメン施設員が登場します。海上自衛隊に入って良かったこと、今一番楽しいことなど、インタビューを通じて入隊間もない若者たちの素顔に迫ります。どんな仕事をしていますか？小月教育航空群第201教育航空隊飛行科目校生担当会長須澤優太です。仕事内容は練習機に乗って飛行訓練に励んでいます。施設員として第24航空隊で勤務しています。施設の仕事は基地施設の管理、維持などライフラインの整備を行っています。私はこの SH60K の操縦士として働いております。航空機の搭乗員になるべくその操縦に必要な知識を勉強しています。日々のライン作業に航空機の整備をしています。入隊のきっかけは、私の父が海上自衛官で人のためになる仕事だと感じて海上自衛隊に入隊しました。学校に広報活動で来てくれた自衛官の方が自衛隊の魅力を説明してくれて、艦艇から飛んでいくヘリコプターを見て憧れを抱き、海上自衛隊への入隊を希望しました。直感です。というのも合同会社説明会でたまたまブースに立ち寄ったのがきっかけです。体を動かす仕事がしたいというのと海が好きだったことがマッチしてここだと思いました。父、祖父ともに海上自衛官ということもあり、家のすぐ付近に航空隊があったため自分も海上自衛官になりたいと思い志願しました。進路に迷っている際、母に勧められて入隊を決めました。海上自衛隊で良かったことは？良かったことは職場に優しい先輩や後輩がいて、毎日楽しい日々を過ごしています。さまざまな資格が取れることです。今は大型自動車と大型読書を持っていて、これからトレーラーなどの資格を取得していこうと思っています。海上自衛隊の学校で資格を取得できるので、どんどん取ってスキルアップしていきます。海上自衛隊で良かったことは、海上自衛隊に入らなかったら毎日のように海を見ることはできないし、ヘリコプターに乗りながら綺麗な海や夕焼け、夜景を見ることはなかったと思います。海上自衛隊は全国各地に基地を保有しており、さまざまな地域で仕事をすることができます。また毎週金曜日には昼食でカレーを食べることができます。他では経験できないことができることです。特に誘導作業をしている先輩の後ろ姿はとてもかっこよく、つい見てしまいます。多くの人に出会えることです。転勤で全国を回りますが、そこには仲間がいて、全員が海上の秩序維持の使命のもと一致団結して勤務しています。今一番楽しいことは？今一番楽しいことは週末にこの基地でチームを組み、草野球の試合に出ることです。基地内での親交を深めることはもちろん、地域の方々との交流もでき、非常に有意義な時間を過ごしています。温泉巡りです。近場にある温泉をはじめ、山口県内のいろいろな温泉を巡っています。日々のリフレッシュにもなりますし、そこで出会った地元の方々とたくさんお話をして、山口県のおすすめスポットなどをたくさん教えてもらえるので、とても楽しみです。今一番楽しいことは地元に帰ることです。休暇の際などに地元に帰って久しぶりに地元の友達や家族と会えるととても嬉しくなります。家族との時間です。子供が生まれて半年が過ぎました。妻と子供が待つ家に帰り、一緒に笑える時間が一番の楽しみです。日本中の行ってきます、ただいまという言葉をいつまでも続けるために、私は今日も海上自衛官として日本のために頑張ります。